いや、あれ本当にその後全く出てこないじゃないですか。しんどくなる。なんか本当、まず本当にあの時よく見つかったもんだなっていうのがね、率直な気持ちですね。で、本当なんかの、ね、こうなってみると本当になんかのサインだったような気もするし、それこそね、今、防潮堤の建設が進んでるけれども、まあ、あれがあったおかげで、その県の方でもね、防潮堤に当たる部分については、まあ、やれるだけの捜索はしてくれたし、なんか、まあね、軽い言い方になっちゃうけど、本当に、言うのもね、なんだろう、空気読んでるぞみたいな、本当に。まあ、で、あれがあったから、もしかすると、ね、ずっと捜索も、ゴールデンウィークと今回もね、続いてるような気がするし、まあ、すごいきっかけを作ってくれたなっていうふうに思います。しんどくなるっていうのは、そのやってもやってもなかなかこう何も見つからないっていうことではなく、ではなくて、しんどくなるっていうのとは多分違うかな。だから、そのやっぱこういう場がね、今ここにあるっていうことがなんか嬉しいというか。なんかもう特にここに集まってくる人たちってなんつうんですかね、でも本当こう今の世の中に対するこう憤りみたいな、なんですかね、やっぱ辛いんですかね。 その憤りみたいなのがね、うまくこう発信できればいいんだけども、今自分がそれがちゃんとできてないっていうところで、でも集まってくる人たちって、まあね、そういう人たちばっかりじゃないですか。だからなんかね、不思議な場になってますよね、本当に。なんかこう、なんだろう、世の中から外れてるわけではないんでしょうけど、まあ一種本当にこそ、なんつうんですかね、なんて表現したらいいんだべ、もう本当におかしいことをちゃんとおかしいって言ってる人たちが集まってきてる。なんかまさにそういう場所にしていきたいなっていう思ってるので。まあ、普段そうですね、そういう話を来てくれた人たちにもしてるんだけれども、まあ基本的に私が一人でそれをやってるような感じなので、で、同じように考えてる、まあそれ以上にすごい考えてる人たちがこうやって集まってくる場所、まあここにあるっていうのはもう本当すごいことです。まあ本当にこれ、なんだろう、まず本当に1月に見つかったことによって、そのね、他の、岩手、宮城とかの防潮堤の下には絶対遺骨は残ってるよ。なんかその上で復興があるっていうのはどうなんですかねっていう、まあ、そういうこうね、社会の中で、まあね、そうせざるを得ない状況になってるけれども、それでいいんですかねっていう、でもそういうモヤモヤを抱えてる人ってね、他にも多分いると思うので、まあ、今度は町民の中でそういう人たちとね、意見する場を作っていくとか、そんなことができればいいのかなって思うんですけど。今、その、まあ、岸田政権が原発の新増設ということをこう掲げているということ自体を、木村さんはどういうふういや、に。まずそれは自分たちからすれば考えられないですよね。だけど多くの人がそれを望んでるんだって、だってね、その、
新しい原発を作っていくっていうことに対してなんか支持率の方が高いような、なんかそんな感じになってますよね今で。それ多くの人がそれを望んでるんだと思った時に、なんか本当になんて言うんだろう、ほんじゃまあしょうがねえかみたいな感じになっちゃうんですよね。でもだから今ここに来てくれる人に伝えてることって、どっちかっていうと一人でもちょっとねそこに気がついてほしいと思って伝えてるので、だから自分のそのこれからやりたい、ここでやりたいなと思ってることって、今すぐ効果が出るような話ではなくて、実際に効果出るかどうかも分かんないようなことを、でもやらないよりは絶対いいのでやっていて、でそんな感じでもう100年後1000年後にちょっとでも変わってればいいなって、そういう思いでやってるんだけど、でも原発の増設とかね、沖縄の基地問題とか、あと寿都町の問題って今じゃないですか。だからそこがなんかね、ずーっとこう自分の中でモヤモヤしてて何もできない、その中で自分ができることって何なのかなっていうの、そこはしんどいですね。何もできてないんじゃないかみたいな感覚ってことですか。何もできないんじゃないかな、自分その部分について何かできる、反対運動家じゃないとは思ってるので、何ができるのかって思って、本当に何もできないなって、やろうと思ってることが本当に時間のかかることで、それを次の世代の人につないでいきたいと思ってる。いや何も本当に返答できないなってびっくりしました。本当にその台湾有事について、その避難ね、その震災の時避難がどうだったのかなっていうところをなんか聞きたいみたいな話だったんだけど、何も答えられないっていうか、そこと戦争がつながってくるっていうのを今までね考えたこともなかったので、でもやっぱその中でふっと思ったのはやっぱ双葉病院ですよね。それこそね、奥まで言えば双葉病院、まあ大野病院もあったけども、双葉病院については、まあ、介護が必要な人たちが寝たきりでそこにいて、ずっとベッドに横たわってるような、ね、方たちが観光バスの椅子に座らされて、で20人くらいもそのバスの中でもうこと切れていくみたいな、まあそうなりますよね。まあそういう話については何か参考にはなるかなって思ったんですけど、なかなかそれ以上のことは、逆に言うと、まあ大熊、まあこういうね、人口密度の少ない場所だからこそまだね避難がねそんなに難しくはなかったのかなってはいると思うので、だけどまあ原発のあるところもそうですけども、行政の方でその避難経路とかちゃんと作るわけじゃないですか。それが本当に機能するとは思えないような、避難、まあね、女川あたりもそうですけども、それが戦争の時に本当に機能するのかな、まあ、実際そこはよくわからないけれども、まあ、具志堅さんの言う通り、まあ、そんなことも考えなくて考えることが必要ないような本当は世の中じゃなきゃならないのに、なんでわざわざ避難が必要な、何かあった時に避難が必要な原発を作るんですかっていう、こんな、悩まなくていいわけですよ。なんかね、ほんと世の中の 99% ぐらいの人たちはそういうこと考えないっていう。まあね、ほんとに息が詰まりそうな感じですね。ね、そういうことをちゃんとこう伝えられないって言えない、ここで特に。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。